東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のエトワール成功、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。慶応馬前に行きそうです。これに続くのが新興ラブリー、その外から IOU、 並んで16番、エアアイドル、アイアンファンシー、そのうちに続いています。内からはスターバレリーナ、並んで12番、アグネスパレード、その外にオクトベガ、マウントバイオ、そのうちに続いています。その外に名勝マリーン、ピンクの帽子、エトワール成功、その後ろ内からはスイートフォワード、ランドドーター、そのうちに続いています。赤の帽子、アイリッシュダンス、その後ろ、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。ここで西のフラワー先頭に変わりました。2番手は新興ラブリー、これは絶好の手応え。4コーナーをカーブして、さあこれからです。西のフラワー先頭、差はほとんどない。2番手は西のフラワー、西のフラワー、さあ果たしてこの足色はどうか。西のフラワー先頭、残り 200m、 先頭は新興ラブリー、残り 100m、 2頭の激しい叩き合い、やはり強い新興ラブリー、新興ラブリー、新興ラブリー、1着、2着にはどうやら西のフラワー、これが世界の実力だ。新興ラブリー